お、かっこいい、かっこいい、お、ちょっとマジだな。なんと吉岡さんが書道8段の腕前をお持ちだということで、吉岡さんにトップバッター担当していただきます。かっこいい。どのぐらいつけたらいいかも分かんないね。書道8段になるとどのぐらいつけたらいいか分かるんだろうな。つけすぎると、うん、タラーって、ね、大惨事。え、こんなでかいやつをやったことあるってこと？すごいね。すごいっすね。はい、かっこいいな。いけ、ちょうど。いってらっしゃい。頂上。お、かっこいい。かっこいい。お、ちょっとマジだな。お、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃん。お、めちゃくちゃかっこいいじゃん。なかなか2番目プレッシャーかかってきたな。いや、あの入りかっこいい。ねえ、かっこいいですね。さあ、ここに続くのは矢本さんです。なるほど、これ今体で書くってことをね、嫌な予感しかしないぞ。学んだのでね、ちょっとよ、頑張ります。いや、大丈夫。確かに体で書いてましたね。足、膝も使って。可能性は多いね。本当だよ。大丈夫。いや、それ手で言ってんな。体で言って。体じゃないよ、まだ。それまだ手で言ってるわ。いやいや、ちょっとだいぶ下下がったぞ今。だいぶ。体でね。いや、すげえ、八段だんだんだ。重いですか？いいんだよ、大丈夫、何だっていいんだよ。お調子者の3万、ゆうま頑張れ。いきます。はい。うわ、あ、あ、おおいいんじゃない。おー、なんかこれ、ね、なんかすげえいい気がする。うん、なんかいい、いい、いい。下かけなくなったらやばいから、細いから、ね、なんか ね、 ね、いいね、いい。なんか右肩上がり、なんかいいよ、いいよ、かなり、かなり。じゃあ成田さん行きましょうか。はい。ちょんちょんパーってそんなことない。そんなことない。結構緊張するよね。そう、結構。ちょっと行きます。はい。うわうわ、いや、うわ、あ、まあ、大丈夫だ。それも味、それも味。お、おお、うおお、いい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 、全然大丈夫です。すごい。意外と、意外とちゃんと来てるね。来てますね。緊張してきた。これもっとグダグダになるんだと思ってた。いや、大丈夫、大丈夫。いい作品になりそう。いや、いい作品になりそうな予感しかしないですね。頑張れ、みおちゃん。頑張って。結構豪快にいってもいいかもね。なんかバランス的に豪快にいったらもう豪快に行き過ぎないでね。回収。そうですね、付け具合が吉岡さん、このぐらいでいいですか？いや、もうみおちゃんが思うままに自由に、あとはもう兄ちゃんがね締めてくれるから。気持ちでいこう。気持ちでね。夢ちっちゃくならないようにしないとね。なんでそんなプレッシャー。お、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 いい、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 いい。あー、なるほど。いいっすよ。いや、いいっす、いいっす、ちょうどいいぐらいね。これ、な、ん？左に流れになってる？そうですね、若干バランス、最後のバランスをじゃあ妻夫木さんに決めていただきましょう。どう行けばいい？スペースあるように見えてなくない？ここ行くしかないね。いや、もう、もう、あ、そうですね、最後登っちゃうって手もあったりとかしますよね。あ、やめた。あ、手、最後手。あの、絵画でも一回このなんか道しるべ。下書き入ってる。
書き下書き書きえ、じゃあ行くよ。はい、いやでも兄ちゃんもかなりもう思い切っていいと思います、うん、はい、そうですね、でも結構右肩上がりをあのキープしてもいい気がします。さすが、なんとなくね、そうっすね違うような気がしてますじゃあもう勢いだな、こういうの。そうですね、はい、うん、あ、おー、いいいいさあ、つばめきさん完成しましたね完成ですでもやっぱ宝くじなので本当にこうみんなで夢を持ってこう明るく新しい1年を迎えられますようにという、はい、思いを込めました。そうですね、完成したのはいい感じですか。いい、かなりいいと思います、ね、はい、いいですよね、なんか、はい、夢いっぱいっていう感じが本当に楽しくなります、はい、まぶきさん改めてやってみていかがですか、はい、そうですね、ちょっと最後が途中まで良かったんですけどね、僕の最後で夢って感じになっちゃいましたね、なんか夢って感じだったのか、なんか夢って感じになっちゃいましたねいいんですよ、はい、いろんな夢があっていいんです、もうこういうなんか賑やかな感じの夢っていうのが本当に一文字に現れたなっていうふうにすごく思いました。難しいね、ね、難しい。今日は皆さんで力を合わせて来年に向けた願いを表現していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいっすね、ね、いい夢ジャンボ衝動で完成しました。